ピンク色の地域が西カレリア・カルヤラ、もしくはカルヤラ州はフィンランドの伝統州。また、英名のカレリアからカレリア州と呼ばれることが多い。さらに、ロシア側の東カレリアに対し、ただし現在、西カレリアの地域の北西はフィンランド領であるが、南東はロシア領である。この西カレリアの地域は2000年期の間、支配、宗教、政治において西洋の影響下にあった。東カレリアはノブゴロド公国によって支配されており、その後もその後継国によって支配されており、西カレリアとは分かれていた。カルヤラは北でポフヤンマー、西側の大部分でサボ、南西の一部でハメ、ウーシマーの各伝統州と接している。また、東側でロシアと接し、南側でフィンランド湾に面している。カレリアの各地域カレリア歴史も参照。この項では、フィンランドの伝統州やフィンランドの地方行政区画の場合は、カルヤラと表記。それ以外の地域名などでは、カルヤラではなく、カレリアと表記する。13世紀の間、カレリアはまだ分割されておらず、スウェーデンとノブゴロド公国の間で奪い合いが行われていた。ロシアの年代史によれば、カレリア地域は12世紀頃までは、ノブゴロド公国の領土であったとされる。トルケル・クヌットソン元帥に率いられた第3次、スウェーデン十字軍が、1293年から1295年の間駐留し、その結果、カレリア西部をスウェーデンの統治下に置き、ビープリ城が築かれた。1300年、スウェーデン軍がネバ川の河口に攻撃を行い、現在のサンクトペテルブルク近くに砦を築くなどしており、交戦が続いていた。その後、この砦はノブゴロド公国によって破壊された。その後もしばしば交戦が起こるなど、不安定な時代が続き、1331年から1332年には、スウェーデンとノブゴロド公国の間で折衝が行われ、ノーテボリ条約が結ばれた。この条約は、スウェーデンとノブゴロド公国の間の国境を初めて定めた条約となった。スウェーデンは、ビープリ周辺やカレリア地境西部、南カレリアを取得した。一方、ノブゴロド公国は、カレリア地境東部、イングリア、ラドガカレリア、北、カレリアを取得した。1617年には、スウェーデンがロシアツァーリ国からカレリア地境東部、ラドガカレリア、北、カレリアを征服する。1634年に、スウェーデン統治下のフィンランドで新しい地方行政区画が導入され、ノーテボリ条約でスウェーデン側に分割された地域と、サボの地域でカルヤラ州、ロシアツァーリ国より併合された地域がカキサルミ州となった。その後、カルヤラ州はビープリ州とサボンディンナ州に分割されるも短期間で再統合し、ビープリサボンディンナ州となった。大北方戦争の結果、1721年にニスタット条約が結ばれ、カキサルミ州東部とビープリサボンディンナ州南東部がロシア帝国に割譲される。そして、この2州の残った地域で、サボンディンナ・キュメンカルタの州が発足した。さらに、ハット島戦争の結果、サボンディンナ・キュメンカルタの州南東部が、ロシア帝国に割譲され、キュメンカルタのサボ州が発足した。この時点で、カルヤラの地域は北部を除いて、ほぼ、ロシア帝国領となっていた。1809年にフィンランドはスウェーデンから、ロシア帝国に割譲され、フィンランド大公国が建国される。さらに1812年にビープリ州がロシア帝国からフィンランド大公国に割譲され、カルヤラの地域がフィンランド領に復帰した。しかし、1939年に勃発した冬、戦争の結果、1940年にカルヤラの大部分はソビエト連邦に割譲される。この割譲による国境は1721年のものとよく似ていた。その直後、継続戦争が勃発し、フィンランドは一時カルヤラの地域を奪還するも、1944年にソビエト連邦に占領され、結果、現在のフィンランド領に残るカルヤラの地域以外のカルヤラはソビエト連邦に割譲された。フィンランド側に残されたカルヤラの地域は、北がクオピオ州、南が新たに発足したキュミ州の管轄となった。その後、1997年の州の再編によって、カルヤラ北部は東スオミ州、カルヤラ南部は南スオミ州の管轄となった。その後、2010年1月1日にフィンランド全州が廃止され、カルヤラの地域は北カルヤラ県、南カルヤラ県の県域となっている。また、カルヤラ北部の極一部地域が北サボ県、カルヤラ南部の極一部地域が南サボ県とキュメンラークソ県の県域にある。歴史的に伝統州のカルヤラの住民はカレリアンとして知られていた。ただし、同盟で混乱しやすいのだが、こちらのカレリアンは東カレリアに多くが居住するカレリアンとは近い関係ではあるが、別個の民族グループである。以下フィンランド側のカレリアンをフィンニッシュカレリアンと表記する。フィンニッシュカレリアンには現在北カルヤラ県、南カルヤラ県の住民とソビエト連邦への割譲から避難してきた人々が含まれる。現在カルヤラの地域には約35万人の住民がいる。また、ソビエトへの割譲の際に避難してきたフィンニッシュカレリアンは40万人に上り、フィンランド各地に居住している。このフィンニッシュカレリアンは、フィン人の地域的、文化的、サブグループであると考えられている。彼らは、フィンランド語の東部、もしくは南東部の方言を話す。フィンニッシュカレリアンの中には、東カレリアにルーツを持つ者もいるが、第二次世界大戦後には、彼らは、言語的にも、文化的にもフィン人に近い関係となった。しかしながら、通常の地域では、東カレリアにルーツを持つフィンニッシュカレリアンが多く、特に北カルヤラ県では顕著である。フィンニッシュカレリアンの間では、主にルター派の人々が主流である。ありがとうございます。